令和5年5月も終わりを迎えんかとする5月31日今朝ですね、報道ベースによりますと朝6時28分で、報道の一斉に画面が切り替わったのは30分ぐらいということなのですが、私自身は大地君と、我が家のワンコの大地君とともにトコトコトコと近所の、ね、冒険の旅行ってまして、カルガモの親子が仲良さそうに過ごしている、雨がしとしと降る中、カルガモのお母さんの足元に小カルガモがいるなんてとかね、そういうほのぼのしたものを見まして、でそしていつもより春雨じゃないですけどね、まあ濡れていこうやとばかりに少し遠回りして帰ってきた。Jアラートが発令されておりました。産経新聞より紹介します。 Jアラートで空港など一時騒然、交通機関に乱れもということで、驚いた不安だ。北朝鮮がミサイルを発射した31日早朝、上空を通過する恐れのあった沖縄県内では全国瞬時警報システム J アラートが鳴り響き、那覇空港で地上業務が一時中断するなど騒然とした雰囲気に包まれた。まあ、沖縄の方がに着弾というか通過する可能性があるということで、幸いにもこれ解除されまして事なきを得た。撃たせちゃダメなんでしょっていう話。ところがこの J アラートをめぐってテレビ関係というのは底辺だとおかしなことをやっておりました。テレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでは急遽まとめた VTR が流されました。それがどんなのだったかと言いますと、台風の中継にか弱気というと、これはポリコレ的に叱られるかもしれないんですけれど、やっぱか弱気はか弱気なんで、あの女性が台風中継のリポートに現地に行っていて、外に出ていて、今上空ではとかってやろうとしたんでしょうかね。それが J アラートがパラパラパラって鳴りましたんで、どうしたと、うろたえている姿を VTR としてまとめて放送しておりました。テレビの人たちというのは、どうも J アラートが起こった時に自分たちが何をすべきか、それが分かってないんでしょうかね。ある現地の中継をしている方の場合には、車に乗り込みましたって、車でと思いますけど、しかし車でもいいから遮蔽物、つまり自分の周りを何かの一枚のベニヤ一枚でもいいから挟むことによって生存確率は高まります。ぐっと高まります。それは破片かおっかないんですね。もう本当にチュドゴーンと自分のところに何か来たら、もうそれはもう仕方がないやって話なんです。もうどうにもならないです。ただドーンとなった時に、爆風だとか破片だとかが飛んでくる時に、ベニヤ一枚でも、いやカーテン一枚でも命を助けることがありますので、車の中に入ったっていうのは、まあギリギリの中での、まあギリギリ政府の判断。ところがその中継でまとめてわざわざ VTR として紹介した女性やクルーたちは、おーどうしようどうしよう、携帯見てどうしようどうしよう、まあテレビというのはその程度なのかなと、あまざまざと見せつけられて確認したということ。ただ一方、テレビ全部と見るとちょっと危険だということは、この後お話しいたします。それはやはり、TBS の大看板アナウンサー、安住紳一郎さん。もうまさにナイスという対応、テレビの対応をしておりました。その前にネット界隈、やっぱりユニークな人たちが多かったんで、これちょっと確認しておこうと思います。まず、沖縄でメディアと言いますと、こちらの方。沖縄タイムスのカツ、スター記者？スター記者の安倍武記者。はるばる石垣島まで運んだ PAC-3 は台風のため展開できず、J アラートの不気味なサイレンを鳴らしたが、事前に十分それ想定されていた通り、北朝鮮のロケットは沖縄をかすりもしない。茶番。これかすった瞬間、とんでもないことが起こるんですよ。かすらなくてよかったっていうところはあるんですけれど、PAC-3 は台風のため展開できず、いやいやいや、しかしそれでも台風の時にどのように設置するかとか、まあ、そうした対応も必要。いや、逆に言うと、台風の時に打ち込まれたら何もできないということになる。そこへの想像力がどうやら働かない。まあ、そんな沖縄タイムスについては、こちらの話題が入ってまいりました。琉球新報の記事です。沖縄タイムス社3月期決算で、減収減益21年ぶりに経常赤字。つまり21世紀になってすぐにあった赤字が再び赤字プレイバック。沖縄タイムスの赤字を琉球新報が伝えるという、まあそのような光景でございました。まあ、何せ地元の方の沖縄に起こったらとんでもないことになるわけですよ。かすっただけでも危ないのに、いや危ないというかとんでもないことになるのに、それが北朝鮮のロケットで沖縄を崩りもしないとか言ってたら、その沖縄タイムス
赤字になっちゃった。他にもですね、布施友人さん、まあ、この方もあちら界隈というか安倍川界隈でおなじみの人物ですかね、こんなツイートしておりました。どん、4月25日に韓国が沖縄上空を通過するルートで人工衛星を打ち上げた時には何も騒がなかったのに。いや、そうでしょ。北朝鮮が同じように打ち上げると J アラートを鳴らして建物の中や地下に避難してくださいと大騒ぎ。 J アラートは本当に日本に落下する危険性がある時に鳴らすべき。いや、まあ、メディアももう少し冷静になってほしい。ということで、韓国は多分味方、いや、敵ではないんですよ。いや、そんな感じ。アメリカを挟んで我が国の唯一の同盟国である、アメリカを挟んで同盟国なんですね。そこが挙げる明らかなる人工衛星と、今回軍事衛星挙げるんですよ。ちなみにこのメディア報道で言いますと、テレビ朝日の大下陽子のワイドスクランブルの、テレビ朝日の執行役員待遇だったかなの大下陽子さん、この北朝鮮の軍事目的の軍事衛星を挙げる目的について専門家らしき人物に、なんで北朝鮮は軍事衛星を上げるんでしょうか。近頃のテレビ朝日大下陽子のワイドスクランブルのフォーマットがピンポンパンのようになってます。大下陽子さんにせよ、コメンテーターの方にせよが、専門家らしき人物を招いて一時一時を区切って分かりやすい、白がこう言ってます。おじいちゃん、お昼ご飯食べたでしょ。シロちゃんが何を言ってるのか分かんないですけど、一時一時を区切って、その質問を噛み砕いて、お粥のようにした質問を専門家に投げかけて、それは上から見る目が必要なんで、いや、そりゃそうでしょって話。しかもですね、先ほどの布施友人さん、本当に落下する危険があるときにって、それ、北に聞いてくださいっていう話。この北に聞いてくださいというものは、あちらはあくまで、人工衛星ということを称しておりますが、これどちらにせよ弾道弾なんで国連決議違反です。日本に落下する危険があるとき、それ布施友人さん、お言葉を返すというより正しいことをズバリと指摘しておきますと、着弾って言うんですよ。着弾、日本にチュドゴーンとなっちゃう。ふっちゃんさんというツイッターアカウントがこのようなツイートをしておりました。どうも。ロイター正規版の表現は衛星、日本語版は、北朝鮮ミサイル。世界70億人中69億人は衛星が打ち上げられたと思っていて、日本1億人がミサイルと思っている。これはですね、菅野保さんですか。菅野保さん。こちらの方、森友文書において、政府がいくつも吹っ飛ぶとかっていう発言でおなじみだった菅野保さん。一時期ですね、東京新聞のカツ、スター記者。スター記者である、望月磯子さんとつるんで、森友これは安倍政権吹っ飛ぶね、なんてやっていた。まあ、その方です。まあ、しかしこれ、ホワイトハウスの方も批判声明出してますんで、ミサイルか、まあ、ロケットか。この違いというのは、何かっていうと、この上げるものの、この角度を上にするのか、ちょっと斜めにするのか、あっちに向けるのか、こっちに向けるのかで、技術的には同じだからです。安倍元総理が言うところの、こんな人たちはとてもユニークな解釈をするようでして、こんな人たち界隈の輝ける巨星、金子勝先生、淑徳大学大学院客員教授、慶応義塾大学名誉教授、名誉教授の金子勝先生、こんなツイートしておりました。支持率が落ちると空襲警報。今朝6時28分に北朝鮮が弾道ミサイル発射と J アラートを出し、朝から NHK は空襲警報騒ぎ。北朝鮮と同じ世襲王国日本の息子の不祥事で支持率下落で早速空襲警報。だが今回もどこへ行ったかつかめないようだ。どうやって敵基地を攻撃するのか。これはいわゆる安倍側の皆さんが繰り返していた、安倍に何か都合の悪いことが起こると、めしめし、金ちゃん一発お願い、よし、わかった、安倍ちゃん、しんちゃん、イスカンデル発射、アホか。地震が起こっても台風が来ても、政権に都合の悪いことがあると台風がやってきて、政権に都合の悪いことがあると地面が揺れて、政権に都合の悪い息子さんがなんか、馬鹿息子とかって言うとミサイル発射。
でも私は先ほどテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーにしても大下容子のワイドスクランブルにしても、おやおや、それですか、 J アラートなってどうしようどうしようってまさに右往左往をわざわざ VTR にしてそれで流す、あ、それはつまり焦りました、大変でしたってところをアピール。テレビが公共性、テレビの公共性を生かすんであればその時すかさずヘルメットをかぶりました。台風中継に行ってるわけですからヘルメットかぶって身をかがめました。それぐらいのことをなぜ報道できないのか。北朝鮮はなんで軍事衛星を上げるんですかとテレビ朝日の執行役員待遇の女性アナウンサーまでそんなすっとぼけた質問をする。それにそこに公共性があるのか、公共の電波を預けていてうっしっしガッポガッポと儲けさせてる理由があるのか、意味があるのか、私これ盛大に批判しております。ただ一方で全部で見てしまうと見過ごしてしまうこともあるというよりは、いかんあかんと騒ぐのも大切だと思います。一方でよくできたことはうっしゃ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 うっしゃ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 と先日旅立たれましたムツゴロウさんの目に褒めて育てる、褒めて育てるのも必要なのかなというところで、こちらは皆さんと共有しておこうと思います。中日スポーツさんの記事です。北朝鮮ミサイルで J アラート、安住紳一郎アナウンサーの神対応、神対応に反響、優しすぎん心の声が聞こえたんかと、ということでして、これは TBS のザ・タイムの番組の中で J アラートの方がですね、一区切りがついて通常報道に戻りました。通常報道に戻った時に番組の進行が、まあ、予定していたものを変更してお届けしました。よっていろいろとねずれておりますがという話があって、それで何コーナーかが進んだ後、もう再び中日スポーツの記事より紹介します。 J アラートに関して適切なアナウンスをして、そして進行をした安住紳一郎アナウンサー、記事より紹介しますと、安住アナは番組中に今朝は J アラートのニュースをお伝えしましたので大幅に予定がずれています、番組の内容をね、時計代わりにしている方はご注意くださいと呼びかけ、正確な時刻を改めて読み上げて視聴者に伝えた。ネット上ではこの気遣いに対して、優しすぎん、めっちゃ助かった、さすが安住さん、関西弁多いですね、気遣いに癒される安住アナの神対応に感謝だわ、うちの心の声が聞こえたんかと思ったと反響があった。これは私の記憶だと7時20分前後ぐらいですかね、に突然この進行がバタバタしておりますがと、で時計代わりにしている方はご注意くださいと、よく言った、よく言ったです。さすが本当に安住紳一郎さん、テレビをよく分かってる、まあ何でもご本人の話に言うとラジオの方が好き、ラジオの方が好きで TBS を選んだのもテレビとラジオと両方できるからだというのを何かのインタビューに答えておりました。しかしテレビ好きであることは変わりがないというより、テレビをよく分かっている、とりわけ朝のテレビというのは時計代わり、時計代わりにしている方少なくありません。例えばテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーでは朝の8時56分57分ぐらいになりますと CM が入るんですよ。するともう今番組にコメンテーター復帰しました玉川徹さん、8時56分ぐらいに話題を振られまして、そこからだからね政府がいかんかんかんと長い話をするんですけど途中で切られるんですよ。あ、その話はCM の後で、そこで話し切られた、話し切られた、続きどうなのかな、続きどうなのかなって視聴者に思わせておいて、はい、CM 負けっていうと、結構どうでもいいこと話したりとかをする。まあ、かようにテレビというものはタイムスケジュールが決まっていて、同じ時間に同じタイミングで CM が入り、番組ならば同じタイミングで同じ、今日の占いカウンダウンとか、フジテレビだと神うさぎペロさんですか、なんかが出てきたりとかして、まあ、それの区切り区切りでテレビを見ている。このテレビのフォーマットというのはズームイン朝の頃から、まあ、どんどん定着していったんですが、一説によりますとフジテレビの目覚ましテレビ、これが15分間隔刻みぐらいで一つのニュースを繰り返し繰り返し流す、そこに時間が分かるようにコーナーを設ける、もう今フジテレビ見てないんで昔と変わらなければ7時またぎの時間、まあ、6時57分ぐらいから今日の占いカウントダウンが始まって7時につなぐとか、まあ、こうしたようにテレビというのは時計代わりにしているというこの視聴習慣を安住紳一郎アナウンサーは分かって、それを視聴者の皆様に呼びかけた。テレビなんてねってところなんですけど、そのなんてねっていうのが日常に溶け込んでいて、その日常を支えている、ある種のリズムを刻んでいる、このことを安住紳一郎アナウンサーは知っていて、さらにこれは私の裏読み深読みとしておきますけれど、 J アラートで視聴者の皆さんがやっぱりなんか嫌な気持ちでバタ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 ザワ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 している中で、あ、時計がね今ずれてますからねっていうことで、あ、そうなのよ、それかなんかイライラっとしたの、焦ってたのというところから安住紳一郎アナウンサー、このような指摘をしたんじゃないかなと。
これは私のあくまで勝手な推測、憶測です。憶測です。ただ、かようにですね、テレビというものがどういう社会的な役割になっているのか、これが分かっていれば、とりわけこの安住紳一郎アナウンサーというのは、J アラートが鳴るたびに、必要な情報を伝えつつも、視聴者の皆様を落ち着かせようとしている。それに対して、スマホ持って、J アラート鳴りました、J アラート鳴りました、だとか、北朝鮮の軍事衛星はなぜ上がるんでしょうか、とか言っている。やはりここはもう是々非々の上において、テレビがいつまで持つか分かりませんけれど、良いテレビや良い放送は、それは良い日本社会のために。今日は安住紳一郎アナウンサーにあっぱれ、TBS だからいいのか、あっぱれを捧げる今日この頃でございます。